ら、なるほど。三人で一緒に探していたのですか。では、素材を千機革新と千花樹布。どちらも高品質で、特に問題はないようです。これで今回の勝敗も決しましたね。ではここに宣言しましょう。軍玉閣再建における素材集めの功労者は、旅人さん、雲錦さん、北斗さん、この3名です。なんだって、もう終わりなのか。まだ浮上の石すら見つけられてないのに。納得いかん。はあ、頑張りましたが、今一歩及ばなかったようです。では、皆さんには軍玉閣へと移動してもらいます。行幸様がそちらでお待ちです。あれ、北斗がいないけど、どこ行ったんだ？さっきまでここにいたのに。北斗さんは用事があり、少し遅れるとのことです。ではこちらに。私と一緒に来てください。じゃあ、オイラたちは先に軍玉閣に行こう。最後に軍玉閣に行ったのって、もうかなり前のことだよな。千花樹布と千機革新を組み合わせて、軍玉閣の制御盤へと取り付ける。これで、軍玉閣の再建も無事終了ね。あとはつなぎ止めている縄を回収すれば、空高く上昇するはずよ。みんな、ご苦労様。さて、約束通り報酬を与えるわ。やった！雲先生がここに来た理由については、もうすでに聞いているわ。はい、行幸さんのご意見を伺いたいのです。雲先生が心を込めて準備してきた劇、きっと壮大な物語なのでしょう。なら初演はこの再建された具。ここは天高く舞う楼閣、絶景を一望できるわ。行幸さん、ありがとうございます。名演を頼む。旅人さん、神閣さん、あなたは質問、念のため言って。お、商売はあなたたちが思っているほど単純な。もしモラを、おい。もしモラに困っ。やったぞ。オイラたちが聞きた。我もいいの。もちろん感謝する。しか、そう、めったにない機会。もったいない。行幸殿。へえ、リーウェコーは寛容な場所よ。つまり大切なのは、あ、貴族一族、その地で出会った人。とにかく承知。よう、話し中か。野暮用で戦隊に戻っててな。あ、ちゃ、私か。ああ、私は特に聞きたいことはないな。行幸、この前、あれはかな。心配ないわ、もう手は打っ。ならいい、だが気をつ。北斗、行幸。軍玉閣が空高く昇った時、自然とわかるはずよ。でも、初めて軍玉閣を訪れた時、その時、今でも私の願いは変わらない。私が願う、みんなも一緒に。昇空儀式、これより開始する。現れたわね、渦の酔い、バッセ。誰なんだそいつは。
あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。京子は最初から知ってたのか？太陽の変化に勘が鋭い北斗は以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのも、バッセイが持つ軍玉閣への憎しみを利用し海から誘い出すため。それなら仙人に力を借りに行こう。その必要はないわ。今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リウエコーの人々は自らの力で乗り越えなければならない。存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。他人のため力を使いたいと思った時、人間社会にも溶け込むことができるだろう。